マムロ川駅は山形県最上郡マムロ川町大和新町にある東日本旅客鉄道大羽本線の駅である。新城から東駅で折り返す区間列車が設定されている。1904年に大府南線が新城駅から院内駅まで開通するのと同時に開業した。当時は新城と院内の間には東駅の他に鎌淵駅と覗崎駅しかなかった。 開業当初は新町と称していたが1916年に町の名に合わせて間室川と改称された。ホーム短式ホーム、島式ホーム混合2面3線を持ち、短式ホーム側に駅舎のある地上駅である。新城駅管理の簡易委託駅。2003年に駅舎が木造2階建てで瓦吹きのものに建て替えられた。駅舎には、 森の停車場と書かれた表札が掲げられている。また、駅舎内には、地産物産店と、待合所が併設されている。このうち、地産物産店で、乗車券の自宅販売をしている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は97人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。駅は、 真室川町の中心部にある。駅西側は山形県道35号真室川酒川線沿いに市街地が形成され、駅東側は駅前まで迫っている、丘陵地の沿道にある。駅周辺を境にして南北に位置する酒川は、北上する真室川と西に向かう金山川に分岐する。ありがとうございます。